こんにちは、尾上雄一郎です。今日はですね、仕事帰りに、今年最後の、ソロキャンプとして、野営地に来てます。ケシアの中でですね、なんかこう居酒屋スタイルじゃないですけど、お酒を置いてちょっと肉焼いたりしながら食べようかなと思ってます。でただちょっと今日この間のマッスルキャンプでできなかったチーズフォンデュをですね、ちょっと やりたかったっていうのがあるんで、それをちょっとやってみたいなと思います。お肉めっちゃうまそうです。いただきます。結構ですね、あっけなく完成しました。これがチーズですね。これがチーズです。白ワインにつけたからなのか、結構なんかサラサラとした感じで、これがチーズフォンデュにつける具ですね。ちょっといただいていきましょうか。ちょっとこう絡めてあんまりひっつかない、こんな感じで。うん、うまい。これはうまい。次はですね、アボガドアボガドです。アボガドって変な味がしますね。初めて食べました。生まれて初めて。さあ次はジャガイモ。じゃがいもが硬かったんだね。食事も済んで、今からちょっと宴会をしたいと思います。一人でですね。でこれがですね、この間ふもとっぱらで、まいったねさんからいただいたお酒ですね。これふもとっぱらでもですね、もう飲んだんですよ自分で。すごい甘いんですけど飲みやすいんですよね、梅酒がですね。いただきます。あー飲みやすいです、甘くて。ちょっとつまみを食べながらですね、今年1年を振り返ろうかと思ってるんですけど振り返ろうかと思ってるんですけど、まず最初はですね、今年最初は確か、おまき山ですよね。おまき山キャンプ場に行って、雨の中ですね、キノッピー先生が来てくれたというですね。あそこが結構なんか最初場所が分からなくてですね、行こうと思ってもなかなか行けなくって、ナビでですね検索したら出てきたんですけど、あの時はパンダテントとヘキサタープで雨の中キャンプしましたね。
で、その次があんまりはっきり覚えてないんですけど、まあ大きなイベントとしたら、あの麓っぱらですかね、麓っぱらのキャンプ、あれも大盛り上がりで静岡まで行ってですね、結構楽しみましたからね。まあカイルさんとロックさんとか向こうでしか会えない方と交流できてすごく嬉しかった記憶があります。あとはなんか若すぎにバットさんが来てくれたりとか、あとゴロンさんですね、ゴロンさんがちょこちょこ来てくれてて、まあ、熊本地震があったもんだからですね、まあ、熊本復興キャンプみたいな感じで能型でバックカントリーバーン持って行ってキャンプもしましたし、八重地探しがですね、大方ですね、今年はですね、八重地探しして、まあ見つけた八重地で、まあ、テント泊したりとか、山の奥に入っていったりとかですね、しましたし、であとはテントもたくさん買いましたけどね、まあトイレも買ったしいろいろ買ってますけどね、まあ、パンダテントだったりツールームテント、ロゴスのテントだったり、ランドロックも買ったし、デカゴも買ったし、ライダーズバイクインテントに、ライダーズワンタッチテントにもう数えたらキリがないぐらい買いました。ドマドームメッシも買ったか、いっぱい買いましたね今年は。一番でかいので言ったらデカゴン買いましたし、で最後の極めつけで風呂買いましたからね。本当にいろいろ充実した一年でしたね今年は。で最後の大きなイベントで、この間のマッスルキャンプイン九州ですかね、今のところはまあ欲しいなと思うテントはないんですけど、結構また小物をですねちょこちょこ買ったりしているから、それでなんかお金が飛んでいきますけど、あとはですね、自分にとって一番大きかった話題って言ったら、やっぱりガールフレンドができたことですね。ガールフレンド、まあ登山に行ったりデイキャンプに行ったりはしたんで、あとキャンプに一緒に行けたらいいなと思います。結構動画見てくれてる方々もなんか我が子のように心配してくださってるんでですね、本当にありがたいです。ありがとうございます。本当に自分のですね、なかなか彼女ができないということがですね、ずっと動画の中で言ってたからですね、まあちょっと愛を育んでいけたらなと思っています。
今5時24分です。変な時間に目が覚めてしまってですね、ガールフレンドにクリスマスプレゼントを何をあげようかなとか考えてたら目が冴えてしまって、山登りするからですね、ガスバーナーとかクッカーとかそんなのがいいかなとか考えてたら眠れなくなりました。朝はこのパンバ食べようかなと思って、フランスパンをマヨネーズつけてですね、うまい。ごちそうさまでした。なんかもう今日はですね、雨が降るらしいんで、最後にちょっとコーヒーばいっぱい飲んで帰ろうかなと思います。最近ですね、何気にこうキャンプあるあるじゃないですけど、さっきですね、エアマットとエアピロの空気をプシューって抜いてたんですね。そしたらなんかいつも思うんですけど、お酒飲んだ後に膨らますんですよ。そしたらですね、お酒の匂いがやっぱこうプーンってきますね。この匂いを嗅いで警察はこう飲酒運転で捕まえるのかなとか、それでなんか思ってしまいました。結構匂ったからですね、アルコールにいつも思うんですけど。あとですね、この間マッスルキャンプイン九州に行った時に、野営地とか行って怖くないんですかって言われるんですけど、本当のところやっぱ怖いのは怖い時もありますよ、山の中とか入ると。ただ怖い気持ちよりキャンプしてる時の楽しい気分が上回るからですね、行ってしまうんですよね。お化けとか怖くないんですかとか言われるんですけど、この間ちょうどうちの弟と自分の部屋がですね、隣同士なんですね。ちょっとこれ怖い話なんで、怖い話が苦手な方は聞かない方がいいですけど、自分がちょうど布団で寝てて、その足元にですね、着物を着た背の高い女の人が立てたって弟が言うんですよ。でもそれは夜中ですよね、自分も寝て弟も寝てて、ふとなんか弟が目が覚めたらしくって、でそれをなんか見て、気のせいじゃないかと思ったらしいんです、思い込んだらしいです、思い込ませたらしいですね、怖くて。あと顔は見れなかったと言ってますけどね。なんかその前はなんかおかっぱ頭の女の子が部屋に座ってたとかですね、いろいろ言うからですね、やめてほしいんですけどね、正直。中はですね、こんな感じです。ちょっと散らかってますけど、やっぱ結構キャンプしてる動画見てる人ってこう中のレイアウトとかが気になるって言ってあったんでですね、これ座布団とかがもうこれ100均のちっちゃいコンテナをテーブルにしてるだけですからね、それだけでもう十分テーブルになりますからね、もうお手軽ですよね、本当に。でこの座布団も100均ですからね、200円でしたけど、撤収完了ですね。もう10分もかからないで撤収できました。やっぱ撤収はいいですね。ちょっと背中に背負うのがですね、ちょっと恥ずかしい人もいるでしょうけど、背に腹は変えられないじゃないですよね、快適に過ごせます。撤収も設営も楽なんで、今年1年
動画を視聴していただきありがとうございました。また来年も楽しくキャンプをしていきますので、よかったら見てやってください。皆さん良いお年をお迎えください。それでは安全運転で帰ります。